ないな。そうだね、足りねえ頭の限界だな。3人ともありがとう、真剣に聞いてくれて。そんなの当たり前でしょ、同じチームなんだからさ。だからちょっと休憩したらまた考えよ。でちょっとお客さん増えてきたみたい。あんまりのんびりもしてられないかな。なら気分転換がてらあっちに行くのはどうだ。あっち？あ、そうだね。小物入れとかどうかな。シュガースティックを入れたり。あら、ミク、何してるの？この間、ひびが入ったカップがあったでしょ？このまま捨てちゃうのはもったいないと思って、何かに使えないか考えてたの。ふふ、大事にしてくれてるのね。あら、メイコさん、こんにちは。お邪魔します。ちょっさ、いらっしゃい。よく来てくれたわね。リンとレンは出かけているから、どの席座っても大丈夫だよ。今日はここで練習していくの？ううん、練習は終わったからちょっと休憩。いろいろ話し合ってたら疲れちゃってさ。そうなのね、イベントの瀬取りでも話し合ってたの？いえ、今日は俺のことで。トウヤのこと？お父さんか。それはまた難しい話ね。私たちだけでなんとかなる話でもないし。そうなんだけど、でも何かできないか考えたいなって思ったんだ。そっか、あんたちらしいね。だけど、そっか、トウヤのお父さんはそういう考え方なんだね。うん。どうしたの、ミクちゃん。ああ、ちょっと考えてたの。クラシック音楽もストリート音楽も音楽なのは一緒でしょ。どうしてストリート音楽だとダメなんだろうって思って。頭が硬いからだろ。音楽に上下があると思ってんだよ。でもお父さんだって音楽が好きなんだよね。そこは私たちと一緒だと思うんだけどな。音楽が好きか。あ、もしかしたら私たちはストリート音楽が好きだから、青柳くんのお父さんにその良さを分かってほしいって思ってるけど、青柳くんのお父さんも同じなんじゃないかな。同じ？うん、クラシックが好きで良さをもっと分かってほしいからクラシックをやらせたいんじゃないかなって。クラシックが好きだから。よく思い出せ、お前はクラシックでこそ生きる人間だ。ここまで言っているのになぜそれがわからない。いい加減に目を覚ませ。お前もクラシックの価値を知っているだろう。どれだけ人生を豊かにするものか、私が教えたはずだ。だというのに、あんな雑音に夢中になって、そんなものに時間をかけたところで、お前の人生には何も残らない。俺の人生に何も残らない。そうか。父さんは信じているのか。信じてる。
何をだ。クラシック音楽が人生に確かなものを残してくれるということだ。クラシックを続け探求していくことで幸せになれると、そう強く信じている。だから俺の幸せのために戻るべきだと言っているんだろう。だとしてもそんなのお前の親父が勝手にそう思い込んで勝手に押し付けてるだけじゃねえか。お前がどうすりゃ幸せになれるかお前にしかわからねえだろ。そうかもしれないが、父さんからしてみれば俺は自分から幸せになる道を捨てているように見えるのかもしれない。だが父さんがクラシックでこそ幸せになれると信じているなら、俺は俺たちの音楽でこそ幸せになれると信じている。この音楽があったからこそ俺はアキトと出会えたし、夢を見つけられた。白石やあずさわとチームも組めた。歌うことを楽しいと、誰かに届けたいと心から思えた。この音楽が俺の人生になくてはならないものだと俺は信じている。なら、それを伝えろよ。え？うん、そうだね。今のトウヤ、かっこよかったよ。本気だって伝わってきた。うん、今の言葉ならきっとお父さんにも伝わるんじゃないかな。頑張って、青柳くん。そうか。そうだな。立ち止まっていては変えられない。前に進むためには何度でも勇気を出さなくてはな。今日また親父と話すのか。そのつもりだ。決意が変わらないうちに話した方がいいだろう。今度こそ分かってもらえるといいんだが。俺は分かってるからな。え？お前がバカみたいに音楽が好きだってことだ。最初お前があそこで歌ってた理由を聞いたときは、なんて動機で始めてやがるって切れかけたけどよ。お前の歌を聴けば音楽を真剣にやってきたってことは嫌でも分かった。アキト、それに考えてもみろよ。まともに遊べないくらい朝から晩まで音楽漬けだってやつがそこから逃げ出したら、普通は音楽から離れるだろう。けど、トウヤは音楽から離れて、もう一度音楽を選んだ。そんなの、相当好きじゃなきゃできねえだろう。だから、それだけは忘れんなよ。くそ、うまく言えねえな。そうか。それなら俺はアキトが分かってくれていることをずっとずっと覚えておこう。あ、そんじゃ親父に一発決めてこい。お前が納得できるまでな。あ、もうすぐ父さんが帰ってくる時間だ。戻ったぞ。ん？珍しいな、こんな時間に帰っているとは。話があります。なんだ突然かしこまって。やっと馬鹿げた考えを改める気になったか。
違います。なら話す必要はない。いえ、聞いてください。俺は父さんと話したい。今日はやけに食い下がるな。だが何を言われても私は。父さん、俺はクラシックが好きです。何？父さんの指導はとても厳しくて、正直ずっと苦しかったです。ですが、父さんはクラシックの面白さをたくさん教えてくれました。運指一つとってもまるで違う音が出ることも、楽譜を読めば作曲家の意図や背景までわかることも、知れば知るほど楽しくてワクワクしました。何より俺は父さんの弾くピアノが好きです。あんな風に自由に弾くことができたらどんなに素晴らしいだろうと思っていました。ならどうしてお前は。最初は父さんの言うようにただ逃げたかった。毎日練習に縛られていることに耐えきれなかった。それに父さんに反発したい気持ちもありました。だから父さんが嫌がりそうな音楽を始めました。だろうな。どうせそんなくだらない理由だと思っていた。ですがそこで俺は自分のやりたい音楽を持った友人に出会えました。歌えば歌うほどどんどんストリート音楽が好きになっていきました。これは今度のイベントのチケットです。どうか今の俺の覚悟を聞いてください。こんなものを聞いたところで。父さんには取るに足らないものかもしれない。ですが俺にとっては違います。父さんにとってクラシック音楽が何より大切なように、俺にとってもこの音楽が何より大切なんです。初めて絶対に失いたくないと思ったんです。それを分かってもらいたいんです。誰でもない音楽の面白さを教えてくれた父さんに。待ってます。それから今までクラシックを教えてくれて本当にありがとうございました。父さんがクラシックを教えてくれなかったら、俺はきっとアキトたちにもこの夢にも出会えていなかった。だからありがとう父さん。それじゃおやすみなさい。話せることはすべて話せた。あとは明日できるだけのことをするだけだ。もうすぐ会場だな。準備はできてるか？もちろん。今日は喉の調子もいいし、これっぽっちも負ける気しないよ。うん、絶対に勝とうね。あ、会場したみたいだな。どこ？メガネかけてて、あの大きなカメラ持ってる人。あの人雰囲気が小春に似てるね。でも
てる。ああ、イベントの撮影って禁止されてるからね。もう、だからカメラ持ってきちゃダメだって言ったのに。トーヤは大丈夫か？親父のことは。ああ、実は父さんを今日のイベントに呼んだ。え、青柳くんのお父さんを？それで来るって？来るかどうかはわからない。チケットだけ渡してきた。だが俺としては父さんが来ても来なくてもどちらでもいいと思う。俺にできることはただ歌うことだけだからな。そうか。そんじゃ今日もいつも通りやるぞ。あ、じゃあ私たちも思いっきり頼らせてもらっちゃおうか、小羽。うん。頼る？前にあんちゃんと話してたんだ。青柳くんと一緒だとすごく安心して歌えるねって。そう、きっとトーヤの歌が私たちのことを支えてくれてるからだと思うんだよね。ってわけで今日も期待してるよ。そうか、なら任せろ。行くぞ、トーヤ。ああ。なぜだろう、いつもよりアキトたちの声がよく聞こえる。次にどう歌うのか、どう合わせていけばいいのか、理屈でなく感覚でわかる。俺にできることは。俺にできることはただ全力で歌うことだけだ。あんな歌い方できるなら早く聞かせろよな。いや、今日のは偶然だ。俺も自分がこんな風に歌えるとは思わなかった。偶然じゃねえよ。お前が親父のこと吹っ切ったからだろ。頑張ったな、トーヤ。ああ、ありがとう、アキト。
それじゃあお父さん、気をつけて帰ってね。私たちも反省会したらすぐに帰るから心配しないでね。今日は見に来てくれてありがとうございました。お父さん、分かってくれてよかったね、小羽。うん、みんなも一緒に説明してくれてありがとう。そういえば、アキトのいい人モード久しぶりに見たかも。ほんと外面はいいよね。余計なトラブルを起こしたくねえだけだ、俺は。それで、そっちの親父はどうだったんだ？残念ながら、来てくれなかったようだ。だが問題ない。俺の中で決着はついた。父さんに何と言われようとも、俺は俺の道を進む。今日のトウヤすごかったよ。一緒に歌っててすっごく興奮したもん。いつもみたいに支えてくれるだけじゃなくて、背中を押してもらってるみたいだったよ。そうか、ならよかった。ま、俺の相棒ならこれくらいはやってくれねえとな。とか言って一番テンション上がってたくせに、歌い終わった後、トウヤの頭ワシャワシャってしてたでしょ。いらねえとこばっかり見てるな、お前。後であちらにも伝えに行かないとな。特にミクには大事なことに気づかせてもらった。ありがとう、みんな。相談して本当に良かった。ただいま。父さん。遅い。すみません。ですが、イベントがある日はどうしても遅くなってしまうので、これからは前もって連絡を入れるようにします。それじゃあ、おやすみなさい。トウヤ。はい。私にはああいう音楽の良さはわからん。ああいう音楽？父さん、まさか。私はまだ仕事がある。さっさと寝ろ。あ、そうか、見に来てくれたのか。まだ理解してはもらえないかもしれない。だが、ありがとう、父さん。よし、できた。やっほー、遊びに来たよ。メイコ、今日はココアが飲みたいな。はいはい、リンはココアね。レンは？俺もココア。あれ、ミク、そんな鉢植えあったっけ？ああ、これは鉢植えじゃなくてカップだよ。ひびが入って使えなくなっちゃったんだけど、こうやって下に受け皿を置けば使えるなって思って。あ、ひびで漏れちゃうの逆に利用したってこと？よく思いついたね。あれ、植えたのお花じゃなくて草なんだね。なんて名前の草なの？タイムっていうハーブだよ。前小羽たちが来てくれた時に相談したら教えてくれたんだ。ハーブティーにもできるみたい。それからタイムの花言葉って勇気ある行動なんだって。勇気ある行動ね。あの子たちにぴったりだわ。トウヤ君は大丈夫かしら。
きっと大丈夫だと思うよ。あ、ほら、来てくれたみたい。え？こんにちは。あら、いらっしゃい。今日も来てくれたのね。あ、レン君とリンちゃんもいる。みんなで来てくれたんだね。ほらほら、座って座って。座ってってリンの店じゃないだろ。それくらい言ってもいいじゃん。お前らしょうもないことで喧嘩してんじゃねえぞ。ふふ、この感じだとうまくいったみたいだね。ああ、今日はその話をしに。こんな鉢植えがあったんだな。うん、ひびが入ったカップを鉢代わりにしたんだ。こぼれかけても諦めなかったらずっと使い続けられるよね。壊れかけてもか。そうだな、今ならいい歌を歌えそうだ。よければ一曲歌わせてもらっても構わないか。もちろん、断る理由なんてないしね。歌うのか、なら俺も入れろよ。え、アップたち歌うの？なら俺も歌う。私も歌いたい。おい、順番だ順番。まずは俺たちからだ。